皆さんこんにちは。日本維新の会京都代表の吉村です。いやもうすごいね、この雨が降っている中でこうやってお集まりもいただきまして、足を止めていただきまして、あ、すいません、2階からもありがとうございます。今日は堀井さんの応援にやってまいりました。もう衆議院選挙もういよいよ中盤ですけれども、なんとか堀井さん頑張ってもらいたいなという思いで今日やってまいりました。今回の選挙ですけれども、もう僕あんまり人の悪口言うの好きじゃないから、お母さん首が足りますけど、でもちょっと問題ですもんね。ちょっとだけ言わせてください。じゃあちょっとだけ、まあね、やっぱり裏金の政治は本当に腹立ってしょうがないです。僕あんまり言うつもりはないですけれども、裏金の政治は腹立ってしょうがないですね。皆さん一生懸命一生懸命お仕事をして、そして汗水垂らして働いて、そして納税してるわけでしょ。税務署に納税する。社会保険料も高いですね。税金も高い。一生懸命仕事しても手取りがなかなか上がらないというふうに言われています。それだけ社会保障は税金で税務署に納めています。ちゃんと納めてるでしょ。それが国会議員になったら裏金なんだから、こんなの民間がやったら脱税です。許されません。ありえないんです。こんなのもっと怒んなきゃいけないなと僕はそう思います。なんでパーティーで得られたお金が非課税なの。でこれは法律に書いてあって、そういうルールになってます。なんで非課税かっていうと、国民の皆さんにちゃんと申告するから非課税なんです。帳簿に載せてこんな政治活動に使いました、だから非課税なんですよ。載せてないわけでしょ。脱税ですよ。こんなの、こんなのありえない。こんな政治して許されるわけありません。それでだから僕はね、ちょっと石破さんに期待してたんです。実はちょっと厳しくやってくれるんじゃないかな。もうどこの政党でもいいんです。もう政党は手段だから目的じゃないんです。じゃあ日本よくしてくれるんだろうな、石破さん、まあ、厳しくやりますよ、裏金議員には厳しくやるって言ってたから、ありがとう、厳しくやるって言ってたからね、期待してたの。やってほしかったんです、佐藤ですけど。こんな政治はもうやめようって言って、でもこれもう刺客立てるぐらいのね、ほんでもうこれはここから決別して、そして新しい道へ進みましょうよ、これやってくれるのかなと思ったら、総理総裁になったらふにゃむにゃむにゃってなりましたね。言うことコロコロ変わります。でもちょっと待ってよと、政治家って道のないところに道を作るのが政治家の仕事でしょ。こっち側の方向向いて進むよって総理だったら、日本こっち側の方向向いて進もうよって言うのが、これ総理の仕事じゃないですか。ふにゃむにゃむにゃってなってね、目の前の国会議員の方にこう、まあ、あるいはそっち向いちゃって、ほんでどんどん大半公認して、でこうお金に切れたって言ってる公明党はそれ推薦して、何なのそれと。もっと国民味方につけた方がいいじゃないですか。そんなの目の前の国会議員の一生懸命向いてね、公認だって、それも勘弁してよと。こんなことやってたら社会良くなりません。で今そんなに余裕あるんですかっていうと、僕はそうは思いません。だってね、特に今回も皆さんにお伝えしたいのは、政治とお金、これはもう徹底的にやっていく当たり前なんですけれど、やっぱりこれからの社会、これ皆さんと共有しなきゃいけません。今の日本もうリスクは非常に大きな危機感を持ってます。どういう危機感かっていうと、圧倒的に若い世代、現役世代が減っていってます。単に少子化、単に人口減じゃないんです。人口の構造も変わってきます。どん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 これからは子供の数が減っていって若い世代が減ってきます。そういう社会になるんです。そうなった時にやっぱり子供たち、孫たち、若い世代が元気になれる社会、こっち作んなきゃ、そっち側の方向を向かなきゃ、僕はそう思います。じゃないと高齢者の皆さんもお支えすることができなくなります。僕がね、僕が生まれたのは昭和50年ですから、今49歳で、生まれた時、河内長野といって大阪の南の方の、まあ、田舎なんですけど、そこで生まれ育ちました。まあ、裕福な家ではないけれど、裕福な家ではなかったけれど、でもそこには豊かな社会があったんです。生まれた時にスーパーがあって、食べ物に困らない社会を作ってくれた。僕は恩恵にあやかってるんです。おぎゃって生まれた瞬間、その社会を誰が作ってくれたかというと、僕たちの先輩ですよ。今の高齢者の皆さんです。今の高齢者の皆さんが一生懸命戦後焼け野原の中から日本をこれ成長させようっていうので一生懸命働いて、そして素晴らしい日本があって、で僕が昭和50年生まれた時、そこに豊かな社会がありましたよ。だから恩恵にあやかってるんです。もう先輩がそれだけやってくれた、だからお支えするのは僕は当然だと思ってるんです。でもね、何分数が少ないんです。数が、これはもう現実問題としてちょっと皆さんにちゃんと言わなきゃいけない。
僕が生まれた時の子供の数は200万人いました。それ今いくらだと思います？70万人台。半分以下になりましたよ。半分以下に。どうやって支えますか？どうやって若い人が現役世代を支えるんですか？数が圧倒的に少ないんだから、そっちが元気になるような政治しなきゃ。じゃあそれなってますか？なってませんね。僕知事でしょ、知事、市長やってます。まあ、今知事ですけど。そうするとね、いろいろ調べるでしょ。そしたら今の若い世代とどういうふうに感じてるかっていうと、なかなか給料上がらないね。確かに30年間給料上がらない社会、なかなか給料上がらないね。そして手取りがやっぱり少ないね。でこれはやっぱ社会保険料も多いね。なんでこんなに税金や社会保険料で引かれるの？手取りが少ない。じゃあこれ結婚するのはちょっとやめとこうかな。そういう若い人が多い。これまともな社会ですかね？僕はそうは思いません。やっぱり若い世代、現役世代が頑張れるような社会作んなきゃ。結婚しました、子供一人生まれました。今子育てで一番お金がかかるのは教育費なんです。これが圧倒的にかかります。そうするとね、子供2人目3人目産もうかな、いやでもちょっと教育費かかるからやめとこうかなっていう若い人が増えてるんです。でもこれやっぱりおかしいじゃないですか。こんなのはもっと教育に投資したらいいじゃないですか。若い世代が元気になれない社会でどうやって高齢者の皆さんをお支えしますか。でも政治っていうのは言うだけじゃダメ、実際に実行しないとダメだから。言うだけだったら誰でもできるんです。実行してなんぼ、道作ってなんぼでしょ。それ賛成反対のこともある、批判も受けることもあるけれど、でもこっち側の方向向いて進んでいこうよ。社会のおかしなとこあったら捕まえてこれなんとか正していこうよ。それするのが僕は政治だと思ってます。だから皆さんに一票の力を与えてもらってるんでしょ。それなのにね、自民と公明と裏がね、まあちょっと勘弁してよ、でもありがとう。でね、実際僕は、まあ、言うだけじゃダメだっていうんで、この間やってきました。維新の会みんなやってきたんです。これを見てもらいたい。例えばお隣の大阪、まあ大赤字でした。大都市なのに大赤字でしたよ。維新の会が生まれる前は十数年以上ずっと赤字だったんだから。あの大都市で教育の無償化なんかできるわけありません。給食すらなかったんだから、クーラーもありませんでした。まあむちゃくちゃです。どこにお金流れてんの、そんな時代でした。それでもその当時の知事さんや偉い人は給料ね、満額もらって、そしてまあ退職金もらって4年間働いて退職金も受け取ってたんです。いくらだと思います？4年間働いて4000万ですよ、給料以外に。それでいて赤字でしょ。何が支払ってるんですか？一生懸命皆さん納税してるのにね、それおかしいだろ。だから大阪の財政もガタガタだから立て直そう。なんで立て直そうかって言ったら、次の世代に付けを回す政治は嫌だったからです。無責任な政治は嫌だったからです。でも口だけじゃダメだから、まず何するかというと自分たちのことからやりました。自分たちのおかしなとこは正そうよ、政治家のおかしなとこは正そうよというので、知事の報酬は3割削減、議員の定数も2割カット、2割減らしました。議員定数も削減、109から88です。退職金も今はもうゼロにしました、ありません。でもね、これをやることによって、じゃあ財政立て直そう、本気にならないと、政治家が腹くぐらないと改革なんかできないんだから、ぬるま湯使ったらできないんです。で実際おかしくなってたんだから、まず自分たちのことから腹くぐってやろうというので始まりました。維新の会に変わってから赤字だった大阪府政、16年間ずっと黒字です。ずっと黒字、借金返すための貯金5000億円穴開いてました。貯金がないような話じゃないんですよ。それどころか借金返すための貯金に手をつけてたんだから、禁じて、これはそれを大阪はやってました。やめよう、次の世代につけますのはやめよう、穴埋めをしてきました。5200億円毎年毎年数百億円穴埋めしてきて、そして去年それが完全に終了しました。ありがとうございます、ありがとうございます。でもね、本当だったらね、大阪ありがとう、本当だったら大阪市長退職金4000万円、結構ね、人間ね、お現金には弱いですよ。4000万円2期やったから、大阪うちに1期やったから、本当だったら8000万円退職金だけで8000万円、今3期目だから1億2000万円年末お金拍手してくれてるけど、パクってやりたくなりますよ。現金、こう人間ってこうやってね、うーってこうパクってやりたくなるけど、それやったら改革なんかできないから、やってません、もうゼロです、ありません。でもね、でもだからこそその穴埋めが完了して財政も立て直りました。
いろんな街も変わってきてるでしょ。大阪の街変わってきてるでしょ。どん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 いろいろ投資をするようになったんです。街への投資、経済の成長だけじゃありません。やっぱりさっき言った通り、ちょっと教育に投資したいっちゅうんでね、そっち側にお金を回すようにしました。高校の授業料は私立も公立も授業料は完全無償です。大阪の全ての子どもたちが対象です。所得制限もありません。全員を対象にやりました。なんでそれやったかっていうと、財政立て直して財源を生み出した。増税でやってるわけじゃない。借金増やしてやってるわけじゃない。ましてや社会保険料に上乗せしてやってるわけじゃない。そう、思い出した。もう一個腹立つこと、国の政治で社会保険料に上乗せして子育て政策の財源にしてるんですよ。したんですよ。こんな話ありますか。社会保険料上がってきてますよね。減らさなきゃいけないの、本来減らさなきゃいけないにもかかわらず、手引き合格多いでしょ。なん、社会保険って保険のために払ってるお金でしょ。なんでそれ子育て政策の財源なんの。そんなん目的外しようやんか。そんなん許してたらどん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 社会保険で上がりますよ。そうじゃなくても上がるのに、本当はこれどうやって減らすかっていうのはやっていかなきゃいけないのに、そんなんがまかり通ってるんだから。そして裏金でしょ。腹立ってしょうがないですよね。だから僕はそういう政治はしません。もう裏金じゃない、本当当然身を切る改革をやって、そして投資をするようにしてる。よく考えたらね、やっぱりまあ僕もそんな裕福な家じゃなかったけれど、まあ、どんな家庭に生まれてもね、まあ、この学校行きたいな、この高校行きたいなと思えば、もうそっちが開かれてる社会を作りたいんです。 100% 完璧は無理です。これは経済力ってのがあるからね、実際は。でもそれでも少しでもそっちの方向に僕は近づけたいと思ってます。だからもう高校の授業料の完全無償化というのをやりました。これ子どもたちが自分の行きたい学校行って自分の力をつけるっていうのは、その子どもたちが能力を高めて幸せに生きるだけじゃなくて、最後はそれは社会に返ってきますから。最後は人なんです。最後は社会というのは人で成り立ってるから、教育に投資しなきゃ裏側にやってる場合じゃないよ。なので僕はそっち側にどんどん投資をして、教育費高いけど子供産むのやめようかなっていう社会はなんとか変えたいな。で、まあ、子供たちが自分の可能性を、まあ、ある意味追求できるような、そんな社会、まあ、青臭いこと言うつもりないんだけれど、そっち側を少しでも僕は道を開いていきたいなと思ってます。だから大学もやりましたよ。大学も大阪には一律大学、府立大学というのがあります。今合わせて大阪公立大学になりました。で、大阪公立大学当て打ってくれてありがとう。何年生ぐらいかな、もう 小学生ぐらい、何年生、あ、4年生そう、やっぱ4年生だったら何歳になるのかな、10歳、もうあと90年生きるんだから、こっち向いた政治しましょうよ。僕あと50年ぐらいで棺桶入りますけど、50年、あとこれからですね、もう90年生きるんだから、やっぱこっち側の方向い、こっち側頑張れる政治をやっぱりしていきたい。でそう考えたときに、やっぱりでも今の高齢者の皆さんをお支えするのは当然だからね。でも数が少ないから、そっち側の方向いた政治をしましょうというときに、大学も大阪の公立大学っていうのがあるんです。一律大学、府立大学っていう大阪公立大学があります。今東大、京大、東大阪大について3番目の規模の大学ができました。その大学も入学金は無償です。授業料は無償です。大阪の子どもたち全員を対象にしました。所得制限もありません。医学部も対象にしました、ね、よく考えたらお金持ちしか医者になれないっていうのもやっぱりおかしいし、医者にならなくていいけれど、まあ、どの道でもいいんだけど、この学校、こういう大人仕事したいな、こっちを学びたいなと思ったらその大学ぐらい行けるようにしないと、子どもが賢いから気づきますからね。そう考えた時に、じゃあこれ全国でやったらどのぐらいなんのかなってちょっと計算してみました。全国でやったら、多分高校の無償化、じゃあ全国でやったらどのぐらいになるのってな、計算したらね、だいたい 0.6兆円っていうのはどのぐらいかっていうと、国にかかってる医療費はだいたい50兆円ですよ。医療費の 1% あれば全国の子どもたちが私学公立含めて授業料無償でいきます。国公立大学無償にしようと思ったら全国でいくらかかるか計算してみました。僕は知事、市長ですから、実際口だけじゃダメ、現実にできるのかどうかちゃんと考えてやらなきゃ、政治中の 0.4 兆円でできます。国の税収増えてますよ。あんまり国はそれ言わないけど、国の税収増えてます。皆さんの消費税増えてますね。物価上がってますね。そしたら払う分税、納税額増えてますよね。実際税収増えてるんです。この4年間で増えた税収は12兆円、12兆円税収増えてんだから、
これも減税もできるし、12兆円あったら 0.5 兆円で学校無償化できるんでしょ。それぐらいやんなきゃ、なんで若い方向を向かないのかな。で、現役世代を支える、現役世代が頑張る社会になるっていうのは、高齢者の皆さんをしっかりと支えする、お支えする社会につながってくるんです。結局僕もね、そういうことです。若い人が頑張る社会を作って、高齢者の皆さんをお支えする、その社会を作んなきゃ。数が少なくなってるんだから、そっちに投資しましょう。僕はそういう思いでこの教育の無償化も今やりました。でもこれは一番皆さんに言いたいのは、増税するわけでもなくて、借金増やしてやってるわけでもなくて、ましてや社会保険料に上乗せしてるわけでもなくて、改革で財源を生み出してやってる。そして自分たちからまずやってるんです。なのでね、だから1億2000万も我慢できるんですよ。1億2000万あったら加古川でマンション買えるんじゃないですか。退職金だけでですよ、給料は別にもらってるんですよ。赤字でもそれもらってたんだから、そんな政治やったらダメ。ましてや裏金の政治なんてまっぴらごめん。そっち向かいましょう。そしてね、やっぱりこれが経済のことを考えた、経済が強くならなきゃダメ。じゃあ現役世代が少なくなってる、どうやって経済を強くするのか考えた時には、やっぱり僕は東京一極集中はダメだと思います。霞が関で全部決めるやり方はダメ。なんで若い人がよくね、まあ、関西もそうだけど、例えば九州とか北海道、地方から東京に向かうかというと、仕事がない、あるいは学ぶところがない、自分の夢や希望を叶えるのが東京しかないんだと思って行くわけでしょ。でもそれは僕はやっぱおかしいと思う。じゃあそういうエリアをちゃんと作ればいいじゃないですか。関西なら関西で、大阪や兵庫、京都、線切ってる、線で区切ってるけど、大体もうこの辺一緒ですよ。世界から見たら経済圏域なんて、この関西圏ぐらいなんだ、大体経済圏域なんだから、まあ、我々が線引いてるだけ。関西ぐらいの単位で若い世代がね、自分の夢叶えられるような社会経済圏域を作っていかなきゃ。その力があるんだから、関西には。ぜひそれをやらせてもらいたい。東京一極集中じゃなくてね、ちょっとライドシェアやろうって言ったらダメだって国は言うんだから。だからもう全国でやらないんだったら大阪で責任取るからやらせてくれって言ったらね、ダメだって言うんです。どうやって新しい産業生まれますか。どうやって給料が増えますか。皆さんのポケットにアメリカ給料上がってるってよくテレビであるでしょ、グラフ見るでしょ。なんでですか。考えた時に、皆さんのポケットの中に iPhone 入ってますよね。 Amazon で買い物しますよね。アプリダウンロードするでしょ。あ、何でダウンロードしますか。 Apple でダウンロードしますね。新産業が生まれてるんです。そこに若い人がチャレンジする社会作んなきゃ。業界団体からお金を受けて、そして規制まみれの社会、もうそういうのはもうやめにしましょう。若い世代がしっかりと頑張って、そして現役世代が、まあ、ある意味こう夢見てね、ここで仕事もできるやんかというような経済圏域を作って、そこに積極的に投資をしていく。特に教育なんか非常に大切。やっぱりそれをやっていきましょう。でそうすることによって、高齢者の皆さんをお支えする社会、これができると思ってます。でなかなかこれはやっぱり裏金政治やってるようじゃできないので、まあ、僕たちはこれはまあ地方の政治ですけどやってるわけですから、これをぜひ やってもらいたい。それをやるのは僕は堀健二さんだというふうに思ってます。ぜひね、もう僕は今地方の政治家だから国会議員で国会に行くことはできないけど、あの裏金永田町のおかしな政治一発でギャフンと言わせてね、おかしいやんかというのにぶつかっていくような政治集団が必要ですから、それをするのは僕は堀健二さんだというふうに思ってます。ぜひ皆さん、堀健二さん、皆さんの一票堀健二さんに託してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、もう雨の中、雨が降る中で、ね、ありがとうございます。で僕ら業界団体から支援受けてませんから、ちょっと今日こうやって撮って、写真撮っていただいた写真をね、ぜひLINE でお友達やご家族に回してもらいたいなと思います。あるいは SNS でね、拡散をしてもらいたいなと思います。あるいはそういうのやらない方は、ぜひ口コミでご家族やお友達に伝えてもらえたらなと思います。なんか堀井さんがなんかやってたね、吉村さんとなんかやってたね、もうぜひね、広げてもらえたらと思います。皆さんの拡散が本当に力になりますから。業界団体からお金も票ももらわない政治、まあ大変ですよ、なかなか。でもそれやっちゃうと、なかなかもう未来開けないじゃないですか。それやってるのが自民党、公明党の政治で、そして裏金の政治でしょ。もうちょっとここ一発ね、ギャフンと言わせて、ちょっとまともな政治やっていこうよということをね、皆さん力貸してもらいたいと思いますんで、ぜひ堀さんに力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、そうだ、ね、半年後に万博やりますんで、来てくださいね。ありがとう。
いつもね、ありがとう、いつもね、ありがとう、万博やるからね、来てね、もう2階からも。もう、散々批判されてますけど、もう吉村はアホって批判されましたけどね、批判受けます。しばらくまた批判、メディアに批判されると思いますけど、まあその批判も受けますよ。でもね、でもですよ、半年後、ほんまに素晴らしい万博できてますから、こんな未来社会があんだな、あ、世界にはこんな技術があんだな、こっち側の未来進んでいこうかと思うようなのね、もう、っていうようなのが、このベイエリアであります。もうこんなすぐそこですからね、海でもつながってるし、神戸からも船でつなげるんじゃないかな、もうこんな兵庫も大阪も大体一緒ですよ。ベイエリアであるわけだから、この関西で万博やりますんで、ぜひ皆さん半年後楽しみにしてください。来てください、待ってます。ありがとうございました。皆様ご清聴ありがとうございます。日本維新の会共同代表吉村博文、そして日本維新の会衆議院議員候補堀井健二、皆様へ熱い思いをさせていただきました。日本維新の会共同代表吉村博文、旅のスケジュールのため次の連載と進めさせていただきます。通行中の皆様にはご協力感謝を申し上げます。皆様にはお足元の悪い中、雨の中お越しいただきまして本当にありがとうございます。お風邪ひかぬよう皆様お気を付けてお帰りくださいませ。日本一深いご臨時に熱い思いを皆様お一人お一人に伝えさせていただきました。そして日本維新の会共同代表吉村博文、皆様のもとへお一人お一人と